どうも皆さん、こんにちは。ハンドスターターめっちゃドローして外役龍です。さあ本日なんですが、新パックにて登場しましたトラミッドスフィンクス。こちらね、私なんとプレミアム加工が当たってしまいました。別にいるか いらないかって言われると、そんないらないっていう話はあるんですけども、このトラミッドスフィンクスが結構強いので、今回はあまりにも久しぶりのトラミッドデッキやっていきたいと思います。すごいね、スフィンクスは強い。でこれでなんと、9期最弱と言われたトラミッドデッキなんですが、全カード来たらしいです。これリンクスに全てのカードがリンクス落ちと。さすがですね、来るの早いですわ。さすが9期最弱テーマと言われているんですが、スフィンクスの効果だけちょっと説明しておきましょう。まあ、他のね、ギミックは、まあ、ご存知の方多いかと思うので、スフィンクスはね、まずですね、トラミッドスフィンクス以外の自分のフィールドの表側表示のトラミッドカード、まあ、モンスターでも魔法トラップでもいいんですが、が戦闘化効果で破壊されると手札から特殊召喚すると。これね、まあ戦闘破壊でもいいし、まあ、相手の効果破壊でもいいので、結構ね出すにはすげえ簡単に出てくるんですね。これで2500しかねえじゃねえかと思うじゃないですか。これ自分のフィールドに他のトラミッドカードがあれば、自分の自身のこの攻撃力守備力が墓地のフィールド魔法カードの種類かける500アップすると。だから、まあ、全部で3種類あるんで最大1500上がって、4000になるんですよ。でさらにこのダンサーの効果とか使ってるとなんか6000とかいくんですよね。この人の打点6000ですよ。めちゃくちゃ強いでしょ。でさらにですね、こいつなんと相手モンスターはトラミッドスフィンクスにしか攻撃できないっていう効果を持ってるんで、その今まではその横に立っててぶん殴られる対象であったそのダンサーとか、まあ、ハンターとかこいつらを守ってくれるんですよ。スフィンクスはめちゃくちゃ強い、まあ、ダイナですね。クーガ団のダイナみたいな感じ。ほんで、こいつ出す方法はいくつかあって、その戦闘破壊、させるっていう、あの相手にさせるとか自爆特攻でも出せるし、あとキングゴレムのこの墓地へ送られた効果、フィールドゾーンの表側表示のこのカードが墓地へ送られるとっていうだからトラミッドモンスター特殊召喚するっていう効果があるんで、まあ、これでこれを出すっていうこともできます。もちろんやっぱり除去カードないとね、この環境無理なので、トラミッドパルスっていうね、このトラミッド特有の、まあ、除去カードと、あとそれからこのハンターね、マスターだこれマスター、そこなしで埋めて、これでセットカードだったら破壊できるんで、あのコストにしてトラミッドカードでこれで、まあ、あのぶち壊していくっていう相手の盤面を、そんな感じのデッキになってます、まあ、ギミックはね以上ですね。でバランスにしてますスキル、たまに事故るんですけど、まあ、ほぼほぼ大丈夫でした。生放送で使ってれば、デッキの中だったら多分これが一番強かったかなみたいな感じですね。まあ、元環境力ってなんでね、早速、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。圧倒的ディスアドリクサどんなプレイング。ああいいねいいねいいね。まあこれもまあいいんじゃない。でクルーザーで、ダンサー召喚効果ワンドロを、あーなるほどですね。これどうしようかな。これってコストってさ、岩石族モンスターでいいんだよな。ハンターでいっか。ハンタークルーザー持ってきて、これそうだね、これでいいか。で戻さずに一応コスト確保しといて、ここで戻さずエンドでいいんじゃないかな。これで相手ターンでクルーザー効果使って持ってくるのスフィンクスじゃない。でコズミックサイクロンありますねこれきつい、ね、コズミックサイクロンちょっとやめてもらっていいですか、迷惑なんで。清掃かな、コズミックなさそう。そっちか出てきたやつを、難しいけど、チューナー埋めちゃうか、ここ埋めちゃうか、これ埋めちゃっていいんじゃないか。出させたくないんだよな。落ちこうか、まあ、ここか、ここ止めよう。穴で清掃打つか、清掃じゃないのかな、コズミックかな。なるほど、コズミックサイクルあんの、マジコズミックある感じ、コズミックあるやつ、それきついねコズミックサイクル一番きついんだこのデッキ。やめない、コズミックサイクルの話は。
2700のバニラはちょっともう2700のバニラの話やめろ。でカードセット、はい、いいです。それはそれいいです。でボトルフェイズメインフェイズ終了前でエンドフェイズターン終了時、これでこれ変身させたい、変身させやめてよ。あー聖杯か、聖杯か、聖杯、まあ、聖杯だったらまだいいか、聖杯だったらまだいいか、まだいいね、まあ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 、まあ、そんぐらいだったらまあ、まあ、まだいいか、はい、オッケーです。もうそれぐらい許してあげましょう。オッケー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 、聖杯ね。あーいいねいいねいいね、キングゴレムはいい、これは素晴らしい。でキングゴレムで、キングゴレムからのクルーザーで、クルーザー効果、これで持ってくるのスフィンクスかな。まあハンターでもいいんだけど、まあスフィンクスだね。ここはこれスフィンクスだね、スフィンクスだね。あとはスフィンクスをどうやって出していくかみたいな話があって、これで一応どっち破壊されてもスフィンクス出すよっていう盤面にはなるんですよ。でこいつ墓地送るとちょっと嫌なこと起きるんで、どうすればいいかなって今考えてるところです。あ土球か、はい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 、キングゴレムか。あーそれってでもキングゴレム出んじゃねえか、あこれワンチャンあるか、これクルーザー でこれさタイミングさ大丈夫なのこれ、10のフィールド上の他のトラミットカードがトラミットスイング世界の10のフィールド表が表示のトラミットカードが戦闘効果で破壊されるとテオダがどうしようか。これスフィンクス出せるよねこれ、これタイミング逃す。あキングゴレムの効果もあるあった、キングゴレムの効果あった、はい、でゴレム効果であチェーンできる、やっぱタイミング逃さないよね、タイミングは逃さない。キングゴレムの効果使ってるからもう別にこれただ単に特殊なし良くて、であとはコスト何枚あるんだっけ、これコスト何枚ある、2枚2枚使うと、あいけるねこれ多分、これでダンサーでしょ、ダンサーで1枚戻してよくて、これで上げるじゃん、で4000になったじゃん、で3000じゃん、でこれでこれ発動するじゃん、バトルフェーズ移行するんじゃん、殴るんじゃん、でバトルステップまで行くじゃん、トラミットパルス発動するんじゃん、で墓地のこことここ除外して、まあちょっと若干打点下がるが、こいつを破壊することによってなんと4000のライフが届いてしまうというマジック。対戦ありがとうございました。これはトラミットを使うな、オッティトラミットのプロ、はいはい、まあ、ハンター、あーまあこれはまあまあまあ悪くないですね。だからこのなんかクルーザーとハンターとかクルーザーとモンスターみたいな展開はいいけど、ただ先行取れなかったみたいな、あそれはオッケー、伏せラインだったらコズミックされないから、あーいいねいいねいいねいいんじゃない、これはかなりいいです、ハンドはいいですね、これハンドはかなりいいですね。でハンター召喚して、でハンター召喚したところによってクルーザー効果でワンドローワンステー、ああなるほどいいね、底足一枚いらないんじゃないかな、うん底足一枚いらないね。でダンサー足召喚していこう、でクルーザー効果でもう一回ワンドローワンステー、ワンドローワンステーでキングゴレム効果発動を、クルーザー効果でスフィンクスサーチ、おおいいよ素晴らしいんじゃないかこれは。でダンサー効果でクルーザー戻し、いやトラミッドフォートレス戻しじゃない、で打点アップセットで、キングゴレムが最強なんでこれアルマデスパンチですね、アルマデスパンチ、アルマデスでパンチしていく、あーなるほど、かわいそうになグローブさんよ、効果使えるものだったら使ってみやがれ、おらーよしキングゴレム強え、キングゴレム最強すぎる、おい強すぎるぞこのキングゴレムとかいうカード、あの日
ッキグローブの効果を無効にしている。なんだこのカードは。強すぎる。環境に刺さってる。刺さってるのか。え、これもう埋めちゃっていいんじゃない。黙れ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 、お前黙ってろ。あ、そうなるの。え、そうなるの。え、それそうなるんすか。やべえ、ちょっとにわかさらした。これにわかさらしたわ。これこいつそうなるんだ。そこらし打つとやっぱ、うわー、やってる。これやったわ、これやったわ。これグローブザマーって言ったらやったわ。これはや、これそうなるんだ。やりましたね、完全に。第8位、はい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 、なるほど。これそうなるんだね、知らなかった。でグレートウォール、なるほど、はい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 。あ、3000になるっていうのが、オッケー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 。でもこれ結構やばくて、これ何が起きるかっていうと、これ何が起きるかっていうと、これ実はすごくて、これなんとダンサーの効果を使うじゃないですか。でキングゴレムを墓地置くじゃないですか。で、まあ、クルーザーかなんかをやると、でキングゴレムが墓地置かれたんで、キングゴレムの効果発動するんですよ。でこれでスフィンクスが出てくるんですけど、これなんとですね、スフィンクスはなんとこれ攻撃表示でいい、これなんとですね、このモンスターにしか殴れないっていう効果あるんですよ。わかります？これクイカ団のダイナなんですよ、いわゆる。だから殴ってこようとすると、ここにしか殴れないんですよ。ほらこうなるんですよ。相手効果読んでないんでね、こうなるんですよ。これやばくないですか。これやばいでしょ。こいつにしか殴れないんですよ今相手で。バトルステップ終了前でエンドフェイズまで行くじゃないですか。これそしたら今度ハンターの効果発動して、これキングゴレムに変えるんですよ。そしたらもうグローブの効果発動できないんですよ彼は。でクルーザーの効果も発動しちゃうっていう、最強、やばい、強すぎる。なんだこのデッキは、強すぎ、スフィンクス強すぎ、ヤップかさまし、かましたけど強すぎ。あ、きコードつきた。これ戻しちゃっていいんじゃない。打点下がる、いや下がんねえか。クルーザー戻すといいんだ。ダンサーの効果発動、クルーザープ プレミアム加工のクルーザーを戻して打点一気にアップして4500、打点4500。ここで俺はモンスターを特殊召喚。嘘、仲間しや黙っとるバトルフェイズ対戦ありがとうございました。強え、強い。さあお相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ゾウのうんちくんね、これはどんな一体デッキなんでしょうか。草原か、草原、わっけわかんねえ、またスキル使ってんな。草原ってないやこのご時世に草原ってないや。6ウシくらいしか見ねえぞ草原って。なんだこれ、サイキックリフレクター。ああ、そういうことか、なるほど。フィールド魔法サーチか、フィールド魔法サーチする系か。オッケー、エンシェントフェアリー、ネクロバレーかな、ネクロバレーデッキですかね。でバスタービースオッケーで、了承でバスターモードオッケーで、ビースト蘇生オッケー、リフレクターでビースト蘇生オッケーで、バサモードオッケー、オッケー、了解です。で6-1オッケーです、把握しました。まあ、反動は結構これ強いですね、これ反動結構強い。ね、できれば、まあ、フィールド魔法じゃなくて、なんだっけ、ハンターが欲しいですね。ハンターが来たらかなり強いかなっていう感じ。さあエンシェントフェアリードラゴンを、守備表示シンクロ召喚していく。だしエンシェントフェアリードラゴンのモンスター効果を発動し、フィールド魔法を破壊してネクロバレアを持ってくるっていうところまで OK です。さあ全く問題はない。さあ一体全体何が起きるんでしょうか、私の身に。でまだね、エンシェントフェアリーは特殊召喚するってここ持ってるんで、特殊召喚することもできます。ここでリフレクターとかを持ってきて、リフレクターでもリフレクターの効果単一か。だから何出すんだ俺、わかんねえな、何に出しても別にいいな。さあ考えております城之内選手。さあエンシェントフェアリードラゴンの効果、さあどっちの効果、モンスター特殊召喚する方の効果テグだから、過激荒行、ちょっとどういうこと、どういうデッキこれ、どういうデッキ、あやばい、なんか6ムシエとか言ってたら本当に6ムシエ出てきた。なんだ俺、嘘で強すぎない、何この盤面、強いんだけど、これネクロバレーってこと、え強くないこれ、クローザーフォレスト
どういうこと？何これ。自分のフィート上の着物モンスターの攻撃力が自分の墓地のモンスターの数から100アップする。はい、このカードが、なるほど。ちょっと待って、どういうこと？あ、そういうこと。このカードがフィート上昇する限りフィート魔法カードは発動できない。強すぎるんだけど強すぎるんだけど、何これ、どういうこと、何やそのカード、何やそのカード。ちょスウィンクスだけ出しとくか。自爆特攻できるのでスウィンクスだけは出しておきましょうか。え、でも相手も言うてさ、これそんな簡単にさスウィンクス突破できないんじゃない、これ。こうするんですか。で、これも破壊されて、破壊されることによってスフィンクスが出てくる。はあ、で、ターン終了していく。トラミットカードが表側表示で存在する状態にしとくか、一応。トラミットパルス発動。で、これはまあ無効にするか否かは、まあどっちもいいわ。今、効果どうせ使えないし、それどっちでもいい。どっちでもいい。で、支援 OK。で、もう一回発動していく。で、これで、トラミットカードがある状態になった。クローザーフォレストとかいうカードマジやばいでしょ。どんだけこの人 ES エレメントセイバーにお役をされてるの。これ一応ネクロマネーが発動されないっていう利点はあるか。自分で発動した方が強いだろそれ多分。これ何が起きるのこれ。これわけわかんないこと起きる。これもしかして、これなんか本当に意味わかんない。このデッキ、これ何、これ何が起きてる。俺何を起こされてる。クーマ、はあはあ、あ、それクーマ強いな。クーマは強い。なるほど。あ、8イングロ、何これ。スクラップドラゴン、スクラップ、うわー、終わったー、終わったー、人生終わったー。やばいこと起きてる。なんだこのデッキ、どういうことだこれちょっとどういうこと。